60代半ばぐらいの方でね、えー、普通に生活されてるんだけど、家から一歩も出れないって言うんです。で、まあ普通に家で生活されてて、子供たちにピアノなんか教えちゃったりして、普通なんです。全然普通なんだけど、外で出れないってい。外出ができないっていう。もう外出に行かなければってなるとも、もう普通で荒れなくなるって。また、妙に慎重っていうか、怖くって。 例えば、体中、節々が痛いっていう。で、血管が浮いてるってなったら、もうこれが怖い。なんか気持ち悪くて、もうおられなくて,て、見えるところ全部絆創膏夏でも長袖。そういう方があってね。まあ、広い意味ではパニックっていう状態なのかなまあ、パニック的な少女の方があってね。で、私、おととがぐらいかな。まあ、来られてる患者さんがね、あのー、ぜひ、家内を見てやってほしい。もう、これもずっとそうなんだ。これも悩みだ。 まあ、どこ行っても、ね、まあ治らない。まあ、体異常があるわけじゃない。ね。まあ、そういうことで、あの、あったんやけど、まあ、私も、まあ、全然行ってあげたいんですけど、もう時間もないっていうことでね。まあ、二度ぐらい断ってた。だけど、どう、まあ、三度目ぐらい、ね。まあ、もうどうしてもって言って、あの、言われて。まあ、私も、まあ、あまりにもね、まあ、そうだ、ああ、これは悩みは深いんだなと思って。まあ、それからね、去年一年間、あの、月一回、あの、 終わってから、あの、通うことにしたんです。整体をしてね。えー、月に一遍。まあ、車で10分15分のところなんでね。あの、全然近いんで行けるんですけれど。もただ、ま、時間もね、なくて、こっちの都合で変えたりして。そしたら、その方がね、どん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 こう、元気になって。実は、あの、この正月にね、えー、初めて、その方が私のところに整体をご主人と一緒に受けに来たというね、ことがあって。これ私は嬉しかったんです。感動しました。 だって外出れないんだから。前はちょっと散歩したり、ね、階段登、マンションなんですけど階段登ったりって、もうそれすらもできないような状態。気というのはすごいですね。まあ、皆さんの気分、ね、あの、そういうものを変えるんだろうけど、そういう心のね、気持ち、そういうものすらも雪で変わるわけですよね。私は別に心療内科でもないし、もちろん薬も使わないけれど、雪によってその人は、 えー、そういう気になったんです。要は気が変わったんです。そしたら外に出ようっていうことになってね。うちの家内もそろそろ、まあ、来年からは、まあ、やっぱ年変わるっていうのはやっぱいいことですよねあ。来年から行こうと、もう行けると思いますってなって、それで、あの、来られてね。あまあ、もちろん生活できてるわけやから、ね、歩けないとか痛いとかそういうことじゃないんです。だけど、どうしても破れない壁ってあるんですね。 でもそういう部分にも生態はやっぱ有効だなと思う